はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロラストライトリダックス続きやっていきます。また野蛮なファシストたちが、ファシストかこいつら、どちらでもいいけど、また野蛮な人たちがうろついてる危険な地帯、どうやっていこうかな。投げナイフ今3本か。これ登れんのかな。登れない。え、見つかってないよね。かなりの人数いるんだよな、これ。かなりいる。あ、そこに一人。よし、フィルター回収。投げナイフがね、時々当たったり当たんなかったりするからね、それが怖いんだよな。やつをやってしまおう。なっ、あっどうしてこうも。ゆっくり慎重にな。動き回ってんな。サプレッサーだから、ここの上のやつやっちゃうか。よし、バレた。かなり動き回ってるな。最初にいたところに戻ってみよう。あ、これ上行けんのか。いや、行けないか。無理だな。こっち来るか。あいつもやった。場所はバレてないのか、まだ。死傷者だ。バレたか。かなりの人数がいるから、全員こっちに来させた方がいいか。よし、あなたたちはグレネードだ。もう一個入れた、入れ替え。倒れた。ガスマスク壊れたのか。全員やった。よし、フィルターをもらっていくぞ。こっちなんかアイテムは。フィルターいただき、随分容量のいいフィルターをたくさん持ってるな。なんか聞こえるか。誰も喋ってないか。君は彼を、彼も君を知ってる。ダークワン、ここを開ける。あっ、あっ、あっ、うん、今の誰？知らない人だよね。ん？これはレスニスキーか。異常はありませんか？当たり前だ。
D6 で問題など起きたことはない。レースニスキーか。警備を置く理由が理解できないぐらい。よっぽど大事だし。よし、配信着いた。これウイルス兵器だな。細菌兵器か。いいぞ、レスニスキー。さあ、同心モロゾフ、君の番だ。このウイルスの威力を試す必要が。パブロフだっけ。君にはパベルか。この任務に適任の同胞がいたな。はい、彼はベニスを出ました。奴らは私を仲間だと。報酬を与えれば。細かいことはいい、聞きたいのは結果だ。レスニスキー、任務はわかるな。はい、同志将軍。あなたは仲間を、レンジャーの一人を殺した。ただで済むと思ったの。いずれわかるさ。こっちには切り札がある。お前だ。取り掛かれ、パベル。赤の広場はお前に任せる。最も重要な任務だ。他に任せられる者はいない。失望させるな。はい、同志将軍。面白い。でもすごく疲れてきた。休まなきゃ。レスニスキーの記憶が見れた。お、気絶でしょ。とても悪いやつ。でも君は正しい。殺すのはもっと悪い。なんかもうほとんど死んでるけど。絶対パベルがいるな、この先に。実は、パート1の動画を見返してみたら、ちょうどなんだろう、カーンと D6 うろついてる時に、レズニスキーがどうたらこうたらって喋ってたんだよな。ちょうどその時に同時に脱走したんだろうな、D6 から。外に来た。あ、出てきたのか、また。あ、いや、違う。反対方向の出口か。風を起こした者には、嵐が訪れるという。ダークワンは、レスニスキーの思考を暴いてくれた。彼らの計画は分かっている。パウェルは赤の広場へ向かうだろう。ポリスへ行く前にそこで彼と対峙しなければならない。ポリスでは和平会談が開かれている。茶番だ。戦争はもう始まっており、メトロの人間が全滅するまで終わらないだろう。止めようとするのは素手で竜巻を止めるようなものだ。しかしやらなければならない。嘘つきどもを告発するためにポリスへと向かおう。そして嵐に立ち向かうのだ。俺の町。影がいる。たくさんの影。僕が見えない、聞こえない。生きていて死んでる。とても変。影ってのはまたあれだな、ホラーみたいな。あ、今見えた。これだ。ガスマスクはもういらない？そういうわけじゃない。あっちだな。あ、ここは汚染されてる。ガスマスクで取り替えておこう。こっち行けんのか。あ、行けない。こっちでいいのか。廃墟とかしてるな。え？
鍵あった。これか。お、赤い。なんでこんな真っ赤な、なんかここ。これただの柄か。やだな。日記あった。フィルター。お、公園。見えた？小さい人間が他の人間を探してる。君と違う。女の人？そう、女の人。お母さんだ。お、公園だったんだな。雨がすごい降ってる。下入ろう。これは見つけた。でも無駄に殺さないで。こういう暗いところで赤ん坊の鳴き声っていうのが一番不気味だな。武器があった。これはなんだ。フィルター交換しよう。前々からなんか入手してる弾みたいのがあったんだけど、それが使えるのか。あ、お、ミュータントに襲われた人。あの黒い影はほっとこう。ここ入れる。ギターみたいな音する。お、ピアノか。お、綺麗だ。これが音楽なんだ。なんか置いてある。覚えておこう。ピアノ。ここは開かない。お、お、車じゃない、こっちは。ミュータント。この先に獣がいる。気づいてない。飢えてる。飢えてる。飢えなくていいよ。回収可能なのかこれは。フィルター交換。あ、いるな。まだいる。これ強いな。おまけに回収できる。いいもの手に入れた。こっちの建物に入る。おお、白い。フィルターあった。あ、人の影。僕の家族と同じ。あれがミサイル。覚えておこう。出れるな。デモが飛んでる。殺しちゃダメ。今は赤じゃない。どこかに向かってる。
期待してるかしてないかも分かるんだ。開かない。ここから上に行く。確かはしご？言葉を覚えたんだ。翼のやつがいる。気をつけて。でも、お、危ない。危ない。フィルター交換。開けすぎ。この中入ろう。お、子供。彼は自分が死んだって理解してない。まだお母さんを待ってる。戻らないのに。僕のも。人間がみんなを殺したから。わかんない。いろんな現実がアルチムだけに突きつけられてるんだけど。ここからさらに下。ん？何の音？暗いな。お、これは、あ、アイスクリーム。ん？え、お母さん？影じゃない。君自身だ。ずっとずっと昔の顔を思い出したんじゃないの？暗いな。なんだ、本物のメトロ。あ、ライトがつかない。人の喋り声が聞こえる。フィルターを交換。うん、ライトがつけられない。ライターつけよう。下入れる。眩しい。あ、ライト復活した。ポリスへと続く道を僕は一つしか知らない。赤の広場を通る道だ。ボーダーは聖ワシリー大聖堂に前哨基地を構えている。そこで仲間に接触し、知りうる全てを伝えよう。僕の目的地もそこから近い。もうすぐ全てが終わる。赤の広場、パーベルがいるんじゃないか。前と違う感じるんだ。君の元へ来る。何をすべきか言いに。お、え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 、これ感じてる、ね、これで僕の話を理解してもらえる。白骨死体が埋め立てられてる。これが中央。道は全てこの場所に通じている。だから抜け出せなかったんだ。おお、建物の外観が残ってる。ここにいる。長い間、とても大勢。知ってる、僕たちが感じてることを。ダメだよ。彼らは赤じゃない。彼らの家だ。僕たちがさらに何もしてこない。
縄張りか。こっち行こう。この闇だ。近づいてる。急いで。お。天気悪くなってくる。強い風。危険だ。ここは。あ。ちょっと待って。待って。めっちゃ汚染されてるここ。死ぬ。死んじゃった。フィルターゲット。いや、天気がひどい。あ、廃車が飛んでくる。うわ。これ4択埋め立てられてんの人で。こっち。デーモン落ちてきた。通れってか。掴むな。手だらけ。彼らの邪魔をしないであるジョブ。離れないで。わかりました。うわ、気持ち悪い。雲より気持ち悪い。ここにいる大勢。でも一人ぼっち。あるのは恐怖と痛みだけ。うわ。行き場がない。そばにいて欲しがってる。いや、鳥肌立ってくる。やめて、何もしないよ。あ、抜けた。うわ。ここ入れる？開かない。上行こう。デーモンがいるな。そっか、さっき向こうにいたのか。スナイパーライフル、フィルターを交換。足りるかな、フィルター。赤の広場、こっちか。あ、そっか、こっちに向かえばいいのか。この辺のミュータとは手出ししてこないのか。アルジョン、悪い奴らがいる。悪い奴ら。大勢。とても若い。どこに？まさか。武器を下に置いて手を頭の後ろに回せ。え、これはアルチョムだ。さて、ついに運に見放されたか。武器についての命令は忘れていいぞ。分かったか。なんと、どうしたてよ。このレンジャーについてコルブト将軍から直々に命令を受けている。始末せよとな。撃て。なんだと。大丈夫、助けてあげる。ダークワン、
そうか、今遅くなってるのか、時間が。疲れた。くそ。始末しろ。命令を遂行しろ。おい。そっか、だからさっきスナイパーライフル落ちてたのか。移動しよう。あのサーチライトを消さないと。いてててて。これで見える。見えた。援護を借りよう。当たんねえ。フィルター交換。待って、リロード。グレネードを使うしかないな。焼夷グレネード。フィルターを交換。迫ってきてる。ショットガン。くそ、これパベルだろ。あんな野郎。治療キット。よし、あと何人だ。上にいるか。選択を誤ったな。レッドラインにいれば収監されるだけで済んだもの。どっから語りかけてる。そこにいる。だがお前は逃げ出した。そしてのこのこやってきた。頭を使ったらどうだ、アルちゃん。銃の腕は相変わらずか。パウエルはそこにいるのか。やった、もしかして今の。それともなんだ、コルブト将軍がお前のことを忘れるとで。ありえないな、ダルタニ。俺も同じだ。どこだ、隠れてないで出てこい。味方が気に食わず、お前は仲間にならなかったな。ならここで死んでもらう。どこだ、全然見えない。来いよパベル、隠れてないで出てこい。だから、わあ、また仲間か。グレネード、フィルターを交換。リロード。まだ弾はあるな。グレネード、よし。こっから中行けるか。あ、やられた。強いぞこいつ。一人で脱出できただろ。ダメージを食らわないように行こう。よし、こっちに来やがれ。くそ、俺はもう動けない。だがまだお前の頭をぶち抜いてやれるかも。ほら、失敗するね。赤じゃない、怒りはない、ただ悲しみ。先行ったか。どこ行った。いた。ナイフか、さすがだ。それでこそだ。いいぞ、いいぞ。血も涙もない。ダークは？なんだこいつ。
化け物をけしかける気なのか。ジャブリスカヤでの実験は成功した。ウイルスはあっという間に体の自由を奪い、人を死に至らしめる。十分な量があればメトロ全体を一掃できる。だがその前に D6 を手に入れなければ。同志モロゾフ、チャンスは一回だ。オーダーは手強い。しかし全ての入り口をカバーするほどの人数はいない。偵察隊がクレムリンで手薄になっている入り口を特定した。ミラーがポリスで開かれている和平会談に出席している間、彼が指揮を取ることはない。我々はその時を狙う。そう、あと1週間だ。そうすれば新しい時代の夜明けが来る。これは重要な情報をつかんだぞ。うっ、アルジョブ、どうした。おい、友達だろ、アルジョブ。うぅ、決めて、行くの、助けるの、決めて、長くはいられない。いや、こいつは助けないぞ。アルジョブ、アルジョブ、頼む、このまま置いていかないでくれ。行かなきゃ、今すぐに。アルジョブ、死んだ。許せなかったの。そうか、悪いことたくさんしたから覚えておく。復讐。よし、長くなったな。じゃあ今回はここまでにしようかな。フィルターがちょっと減ってきてるかな。今減ってきてるな。じゃあとりあえずちょっとなんか D6 攻めるっていうなんか重要な情報をつかんだというところで、じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。